こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。しばらくですね、山梨の方のステラジャムっていうところの審査員させていただいてて、まあ多くの本当にうまいミュージシャンもうみんなね、やっぱすごい上手ですね。僕らの世代の時とかも崩壊するようなバンドが多かったですけど、そういうバンドはほとんど出てこなくてですね、まず基本的にほとんどというかもう皆無でですね、ものすごいこうレベルの高い、みんな本当に上手な、こう接戦な感じでですね、やっぱりズバ抜けていいバンドもありましたけど、中でやっぱりドラムの子がまだこれロックから来たのかなとか初心者なのかなっていうふうに思った子たちの演奏、要はジャズ的な演奏とロック的な演奏の違いっていうのをですね、まあいくつかピックアップで紹介したいかなと思います。で、多くのですねこう上手なんですよ、楽器も上手なんだけど、まずそのロックっていうのはリズムをバスドラとスネアで作るんですよ。だから上下の感じがすごい高いのね。だからこうアップしてダウンして、アップしてダウンしてっていう感じがすごい強いじゃないですか。なのでシャッフルとかやってると、でもこういう縦乗りな感じの演奏をすると管楽器の動きってこうウェーブなので、あんまりこう合いづらいというか、なのでジャズシャッフルって言われる、もうアートブレイキーがやってるのは右手はもう完全にシンバルレガートするんですよ。なのでこうでも4ビートでもどっちかというと今の上の方の聞いたやつよりもどっちかというとこうアップダウンはあるんだけど、こう平坦な感じ、こういう感じ、こう横に流れていく感じっていうのが、ジャズは大事です。でジャズの場合とロックのまあ完全違いっていうのは、どちらかというとこれでダウンアップができて、これだけでダウンアップがあるので、左手と右足はどちらかというと添え物なんですよ。例えばこのシェイクのパターン、ロックの場合こうだけど、ジャズの場合はこれスネアがなくなってもこういう感じ、やっぱりこうアップダウンのこう振幅を減らして、ライドでこうメロディーを歌うようにして、スネアとバスドラはその色付けを濃くするためだけの作用をしてるって感じ。だからこういう感じで叩けると、だからライドだけでこうすることによってスネアの人形の呪縛は外れるんですよ。ロックの場合ずっとこう2音がこういう、これがロックのビートの肝だからね。でもジャズの場合はそれなくなるので、こう水平に動く感じ、そうしてあげた方が管楽器が歌を作りやすいのね。だからビッグバンドのドラムでジャズ的な曲をやるときはロックビート書いてあったとしても、要はいわゆるロックのこういう感覚ですね。なのでこう上下の振幅を減らしてあげる感じがよりこう管楽器と混ざりやすい演奏になります。で、例えばこう見ててよくあったんですけど、ツッタータツッタータツッターみたいな、こういうフレーズね、こういうのの要はで、みんなやっぱ楽器練習してるから決めはうまいんだけど、決め終わった後何にもなくなるのね。だからで、決めのとこがめちゃくちゃでかくて、それ以外のとこはゼロみたいな、10と0しかない感じになるんですね。で、ジャズの場合はこういう
この一拍半っていうのはこれシンコペーション着地の連続なのね。なのでダドーとウドーとウドーと上がってこう蹴る音、ね、蹴る叩き方と落とす叩き方、これ分けるんです。バスドラもね、バスドラやってみると、バスドラでのねこのアップダウンとかどうしてるかというと、こうまあヒールダウンでね、こうウッターだ、こう上がっていく、蹴って蹴って、これをこうボーンってこう当てて蹴る感じの音と落とす音、これ今全部上がる音、みたいな感じの足の踏み方ね。でその足をこうヒールアップで踏むときとかは、大きく踏むとき、落とすときみたいなのはこう最後ドーンって落とした、最後の解決の音とかドーン、そのままフィリーはドーンと落としてもう一回シンコペーションしてつなげていくみたいなことをやりますが、そもそもフロアタムってさ、こうこんな音しかならないわけだから、バスラはこうオープンで踏みます、ジャズの。だからあんまりこうミュートかけない感じにして、ミュートかけててもその空気出せるので、こうアップダウンがちゃんとバスラでも聞こえてくる。でもこういう感じで足を踏めるようになると、非常にこうドラムと管楽器がすごい混ざる感じになるので、この辺を練習してもらうといいのかなということですね。で、手もで、このレガートだけになった時に左手と右足でメロディーを歌って、そうするとこう決めのところとそうじゃないところの差がこういうちょっとの違いになるでしょ。そうすると管楽器がこう色をどんどんどんと変えていくっていうことがすごくできるって感じだから、こう10と0しかないっていう感じよりか、中間の音色がドラマいっぱいなきゃいけないのね。だからバスドラもヒールダウンにして、まあヒールアップの最大の音はヒールアップでいいんだけど、こういう踏み方をします。なので、こうどっちかというと、こう管楽器とドラムのリズムっていうのは、まあロックの場合はドラムとベースがこうロックしててその上に乗っかるみたいな、もちろんそうなんだけど、ジャズの場合はドラムとベースがロックしつつも、こう管楽器とかのメロディーと同じようにこういうふうに動いていくか、10と0じゃなくて、どっちかというともう本当にその中間色をいっぱい出せるようにする。レガートとかも大きく振ったり、あと課題曲でね、結構ブルージーな曲があったんですけど、ほとんどの人がそーっと叩くの、ね、でなんかこう変拍子があってそこを開けた時に、あ、こうすごいこうブルージーにドライブしてほしいのに、そこでみんなそーっと叩くみたいなところがすごいこう多かったです。ほとんどの人がやっぱこの課題曲のこの、ブルースの感じが出せてなかったんですが、こうレガートの音色っていうのも、こういう例えばこう軽くやる場合と体重乗せて音量は高さなんで、体重を乗せてあげるとこういうドライブしてあげたりとか、あと4ビートやってる時のソロの時にもうレガートだけになっちゃう、こうメモリだけになっちゃうんだけど、こう内容のところがやっぱりこういうのがあると、こう歌があると、なんかこうなんていうのかな、こうわからなくなった時にもこう
戻りやすくなるし、こういうメロディーを歌ってあげる、サポートしてあげる、相手のメロディーのサポートしてあげる、僕のあのコンピング講座っていうのがね、再生リストの中にあるんです。順番にやっていってもらうと、あ、どういうことやってるんだっていうのが分かるようになってますので、よければ見ていただければと思います。なので、まあ大概見ててそうだったんですけど、一番大きなのは10と0しかない、10か0みたいなところがすごく多かったので、そこら辺をもうちょっといろいろやるとすごく良くなるんじゃないかなっていうふうに思いました。なので、これはもうロック系の人からジャズ系にドラムを移る時のもうほんと宿命というか、僕もそうだ、すごい何を言われてるのかよく分かんない、なんかもうそのロックだね、ジャズだねっていうのは何が違うと、音のバランスと音色感が違います。なので、こう音色感が要は直線的、全部パワフルだとロックだし、例えばこういう感じだとロックな感じがするけど、だからジャズな感じがするでしょ。だから音色感と音量のバランスですね、これがすごい大事です。だから何を叩いてるか、タイミングとかみんな考えがちなんだけど、もちろんそれもあるけど、一番大きいのは音色感です。そこを練習していただければと思います。また何かね、質問がありましたらコメント欄の方に書いていただければ、できる限りお答えしたいと思います。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。